ポップジャム、ポップジャム、ポップジャムは NHK 総合テレビで1993年4月10日から2007年3月16日まで14年間にわたって放送された若者向けの音楽番組である。総合テレビ及び海外向け放送の NHK ワールドプレミアムで放送、ステレオ、字幕放送、また地上デジタル放送ではハイビジョンで放送、通称 pj 番組タイトルのポップジャムは様々な音楽をジャムする混ぜるの意味を表している。1993年4月10日にポップジャム93として放送開始。東京渋谷の NHK ホールからの公開収録で J-POP アーティストが数組出演しライブパフォーマンスを展開。番組のラストには司会者、ゲスト、ファンらが一体となって、 せーの、ポップ、ジャム、と昭和して、締めるのも恒例だった。1993年の開始当初は月1から2回ペース、夕方の1時間番組であった、スペシャルの場合は1時間30分だった。1995年4月7日より、レギュラー番組に昇格し、放送時間も夕方から金曜深夜へ移動し、これまでの1時間から35分に短縮。また、 この年よりタイトルから年号が取れ番組名をポップジャムに統一。1996年より放送時間を土曜夜11時台へ移動。1997年より時間枠を35分から40分に拡大。土曜日時代6回にわたって放送時間を変更し2004年4月2日より金曜深夜枠に再び移動した。なお、 14年間で12回も放送時間が変更され、また延べ14組16人もの司会者が担当した。基本的には NHK 総合での放送だが、すべてハイビジョン制作となっていた。また、第1期レギュラーシリーズまでは NHK ハイビジョンでも放送されていた。アナログハイビジョンの実用化試験放送時代にも総合テレビの放送に先駆けて、 収録当日に生放送をしていたこともあったが、BS デジタル放送の開始後は総合テレビより、数日遅れでの放送に移行し、2006年3月をもって終了した。ポップジャムとしてのレギュラー放送を2006年3月10日で終了し、同年5月1日から毎週月曜日22時22時30分のレギュラーの単発特別番組枠である。 プレミアム10の企画の一つとして番組名をポップジャム DX、ポップジャムデラックス、ポップジャムデラックスに変更、放送も年間8回予定の不定期放送となり、11年ぶりの単発番組化で再出発、5月1日より毎月第1月曜日に放送。しかしながら第3回放送、7月3日を最後にわずか3回で単発放送を取りやめ、 夏季集中編成明けの9月16日、15日、深夜に、新生、ポップヤム、ポップジャムとして、土曜日、金曜日深夜0時30分1時の週1回のレギュラー放送に復帰したが、2007年3月17日、16日、深夜の最終回スペシャルをもって、完全終了となった。2007年4月6日より、本番組の内容をほぼ引き継ぐ形で、 ミュージックジャパン通称 MJ がスタート2016年4月3日4日未明まで9年にわたって続くその後2018年現在の渋谷ノートナオミの部屋に引き継がれている2008年4月から2009年まで CS 放送第一交渉スターカラオケにて過去のポップジャムの放送文から厳選して再放送されていた 現在も、ソングスなどの NHK 音楽番組内での出演アーティストのトークの中で過去の PJ 映像が登場することがしばしばある。基本編成、基本的には NHK ホールからの公開収録となっており、1993年の放送開始当初から第一期レギュラーシリーズ時代は、前編にわたってホール公開収録、原則2本撮り、方式を撮っていた。 なお、1999年頃から2004年までは、年に数回のペースで、地方各地での公開収録も行われた。2006年10月2日には、NHK 大阪ホール5周年記念として、ミュージックエクスプレス、BS2 で放送との兵力による収録が行われた。また、通常のレギュラー版以外にも、2003年より2005年まで3年間、 毎年2月に地方での公開性放送も行ってきた。2006年度第9.10シーズンは NHK ホールで行う公開収録もこれまで行われてきた2本取りが廃止され、放送3回分並びにミュージックエクスプレス閉録となり、出演アーティストの一部もスタジオ収録となった。また、これまでの NHK ホール収録を極力減らし、 NHKCT-101 スタジオなどでの収録も増やしていた。単発番組時代の1993年4月から1994年9月に活動した番組内のダンスユニット。番組のマスコット兼バックダンサーも務め、ブレイク前のアムロナミエやゲンマックスのメンバー所属のスパーマンキー S も参加していた。もともとユニット名は ポップジャムガールズの略であったが、中盤で男性メンバーも加入し、混合ユニットとなった。なお、メンバーは次の通り、初代司会者、元木正宏時代、第一回放送は1993年4月10日17時17時55分、当時は月1から2回ペースの単発での放送だった。オープニングムービーは、青色のモノクロ映像で、元木の顔のアップが、 徐々に大きくなっていき、方の部分にポップジャム93のロゴが表示される仕組みだった。当時は全体的に暗めの階段を模したセットだった。オープニングでは雷の演出の中で PJG、ポップジャムガールズのダンスによって開幕。1993年5月1日には初のスペシャル版として特集。 ポップジャム93が16時30分17時59分の枠で放送された。以後、8月28日、12月4日と3回放送された。1993年7月31日には、初の総集編が16時30分17時59分の枠で放送された。 もどき司会時代の最終放送は1994年4月24日16時30分17時59分に放送された。第2大司会者、森口博子時代。第2シーズンから森口が司会者に就任するとともに番組のロゴやオープニングムービー、テーマも一新。スタジオセットがトロピカルムードなものに変わり、明るい仕上がりとなった。 第2シーズンのエンディングテーマは、ワイルドスタイル、戸惑いを断ち切ってほか。1995年1月5日から1月7日まで、未明、深夜は国て、ポップジャムベストセレクションと題した、総集編が3回にわたり放送された。森口博子時代、1995から1998年、第3シーズンにより、 単発番組から週1回のレギュラー番組に昇格。放送時間は単発時代の60分より35分に短縮され、収録も放送2回分となる。番組タイトルもポップジャムで統一。司会の森口は前年から続投、1998年3月まで4年間、務めた。 森口司会末期の1997年4月から1998年3月のオープニングエンディングアニメーション映像はアニメーターの笹原和也が手掛けた。レギュラー初放送となった1995年4月7日の放送でアクセスがテレビを通じて活動休止を発表。これには事前に打ち合わせした森口曰く収録終了後、 NHK ホールにいたアクセスのファンの多くが泣き出すハプニングがあった。レギュラー化に伴って期間ごとに異なるオープニングエンディングテーマ曲が採用されるようになる。第3シーズンでは以下の曲が使用された。爆笑問題、つけめぐみ水、時代、1998から2000年。司会者を単独性から複数性に変更。お笑いコンビ。 爆笑問題と、つげめぐみ水アナウンサーを起用。初めて NHK アナウンサーが司会に起用された。なお、爆笑問題が NHK の音楽番組で司会を担当するのは、メガロック賞、1991年度、1991年4月から1992年3月、以来6年ぶりのことであった。2年目の1999年から、 全国各地での公開収録が始まり、札幌、北九州、大阪でそれぞれ行われた。第4シーズンでは以下のオープニングエンディング曲が使用された。どうもと孝一、キンキキッズ、久保純子時代、2000から2002年。第5シーズンはどうもとが所属する、ジャニーズ事務所の所属タレントの出演も多かった。特に2001年度には、どうもとがカトゥーニア、 ジャニーズジュニアのメンバー、または、大物アーティストとジョイント、ミニライブを行う企画も行われた。なお、ライジングプロダクション所属の男性グループが出演する場合は、久保の単独司会となっていた。第5シーズンの地方での公開収録は5カ所で行われた。第5シーズンのオープニングエンディングテーマは、小西紅葉、2001年 OP、ゆうか、 高市義明時代、2002から2003年、2002年3月23日、新たに、優かと高市義明アナウンサーを司会に迎え、ポップジャムスペシャルプロローグと題した特別番組を放送。グローブ、ウルフルズ、岡本舞を、金木星らが出演した。注目、期待のアーティストを紹介する、ブレイクレーダーがスタート。優香が、 アーティストの素顔に迫る、ゆうかのバックステージジャムのコーナーが新設される。このシーズンでの地方公開収録はなし。2003年2月8日、10周年記念特番として、生放送、黄金の10周年を大阪城ホールより生放送、19時30分21時。この時の司会に、ゆうか、高市に加え藤井隆が参加。 歴代司会者が登場する企画や、PJ で披露された曲、セッション企画、初登場シーンを振り返る企画が行われた。2月15日には、前週未放送部分を加えた完全版として放送された。高市が別番組へ移動したため、第6シーズンは1年で幕。オープニングテーマは1年間オリジナルのものを使用。また、エンディングテーマは、 以下の楽曲が使用された。ツンク、ゆうか、高山哲也時代、2003から2005年、第6シーズンの司会者のうちゆうかが、続投のほか、新司会者に、シャラン級のツンクと、高山哲也アナウンサーを迎え3人で司会を担当というスタイルとなった。また、第7シーズンからは、ブレイクレーダーが、ブレイクレーダーネオにバージョンアップしたほか、新たに、 地方人材発掘企画として、ツンクのエンタメ情報局のある企画も登場した。エンディングで、出演アーティストに毎回質問を出し、フリップに回答を書いてもらうのが慣例となった。2004年5月より、アーティスト1組に焦点を当てて特集する、新スピンオフ企画、PJ ピュアサイド、ポップジャムピュアサイドがスタート。第1回目は 175R を、特集。 2004年5月14日放送。以後、東京事変編、2005年6月24日放送まで2回制作されたのみだった。第7シーズンの地方での公開収録は4カ所で行われた。エンディングテーマは、ブレイクレーダーネオで最高得票を獲得したアーティストの曲が翌週から流れる方式となった。得票数が更新されるごとに変更されていた。 西川隆則、アンジャッシュ、村上ゆり子時代、2005から2006年。トーク部分が通常の NHK ホールでの収録とは別取りとなった。大抵1から2組のアーティストがこのトーク部分に出演するため、これにより NHK ホール収録は歌中心となった。第8シーズンのオープニングエンディングテーマは、生き物がかり。ED は、ユンガ、放棄星、など。 アンメグミナビゲーター時代、2006年5月から7月、ポップジャム第9シーズンとなる、この、ポップジャム DX 以下、DX は、1995年以来11年ぶりの単発化であった。2006年5月1日、月曜日より、新生、NHK の一環の新枠、プレミアム10月曜22時23時30分、内の企画として、不定期での放送となり、 放送時間も最長の90分となった。NHK ホールでのライブ収録は BS2 で放送中のサンデーヤングミュージックミュージックエクスプレス日曜18時18時50分不定期と閉録となった。基本的にはこれまでと同様 NHK ホールで収録。また DX からは一部 NHK スタジオでの収録となった。当初の放送予定は 年8回のペースを予定していたが、実際には3回のみとなった。従来の番組内容とは一新。ドキュメンタリー色が強くなった。収録時のホール司会は、河辺知恵子と高山哲也が務めていたが、ここでは基本的に司会者を置かず、放送に登場するのはナビゲーターの安め組だけであった。 出演者は基本的にミュージックエクスプレスと同じアーティストが一部出演。DX のみ出演のアーティストも数組というスタンスとなった。DX では新コーナーとして東京発の音楽ムーブメントを映像で紹介する東京。Now 渋谷で行われているライブを紹介するライブイン渋谷が登場。第10シーズンまで継続された。ナレーションは 山寺孝一が引き続き担当のほか、松本真理香が新たに参加。DX からオープニングアニメーションを吉浦康弘が担当。テーマ曲にはニューオーダーのリグレットを使用。新たにポッドキャスティングによる展開を開始、最終シーズン終了まで1年間にわたって実施された。2006年9月から2007年3月。 ナビゲーターのアン・メグミは DX から続投。レギュラーシリーズ第2期目は2006年3月以来半年ぶりのレギュラー復帰となる第10シーズン目である2006年9月15日より毎週金曜日深夜土曜日未明0時30分1時の枠で放送開始。特番時代のタイトルから DX が取れポップジャム、ポップジャムとなった。ただし、 前回のレギュラー40分から時間が短くなり、1993年の番組開始以来最短の30分となった。番組史上最短の放送時間は同年12月1日の20分である。NHK ホールでの収録は引き続き、ミュージックエクスプレス、BS2 との併録ではあるが、ポップジャムは放送3回分の収録となった。松本が引き続き、 ナレーションを担当のほか、2003年から2年間司会を担当し、ミュージックエクスプレス司会の鉱山が不定期で、ナレーションとして参加した。前作、DX からの流れで、ドキュメンタリー色の強い番組となり、またアーティストの演奏部分については、NHK ホール収録部分を極力減らし、NHK スタジオでの別収録部分が新たに加わる形とった。 吉浦康博によるオープニングアニメーションを引き続き使用。2007年3月16日深夜、17日未明に最終回スペシャルが放送され、PJ は14年の歴史に幕を閉じた。PJ 最終回は、同年3月5日に NHK ホールで収録が行われ、第8シーズンの司会も務めた t m レボリューション西川隆のり はじめウェンシエル、TR 界、グレー、ゴスペラーズ、浜崎あゆみ、生き物係らが出演。最終回の NHK ホール司会は、アンと高山が担当。このほか、TRF の DJ コーが、DJ プレイを披露した。NHK ホール以外にも、スタジオで司会者と出演アーティストによるトークを展開し、PJ 出演時の VTR を見たり、 当時の思い出等を語った。また、森口博子、爆笑問題といった歴代司会者も登場し、番組の思い出を語った。なお、浜崎は別収録で、インタビュー映像のほか、最新曲、ノーウ通声をそれぞれ紹介された。なお、PJ 最後の演奏となった、T.M. レボリューションのメドレーの後、西川が音頭を取り最後のタイトルコール、ポップ、ジャム。 の昭和と同時に、キャノン砲から発射された紙テープと紙吹雪が砲全体に舞い、盛大な収幕を飾った。また、番組の最後の10分間は、ポップジャムリプリーズ、ポップジャムリプライズと題した特別企画があり、PJ に縁のあるアーティストとして、アムロナミエが登場、本人のトークと2曲が、スタジオで披露された。なお、本編、50分と、 ポップジャムリプリーズの映像切り替えの合間には4月新番組ミュージックジャパンの告知を兼ね PJ から m j へとして PJ のロゴが MJ に変わる映像が放送された。ポップジャムでは番組内で数々の企画が展開された。以下はその主な一例。2002年4月6日、ポップジャムブレイクレーダーとして今後注目されるアーティストが登場し、 ブレイクするかどうかを NHK ホールの観客に投票してもらうコーナーが登場。2003年4月からはブレイクレーダーネオとタイトルを変更。その後ブレイクレーダーに再変更し2006年3月3日放送分まで4年間続いた。このコーナーから様々なアーティストがブレイクを果たした。出場者は実力派から人気アイドル、お笑い。 さらには企画ユニットまで幅広い分野にわたって領域が広く、女性タレントやお笑い芸人からも人気者が歌手として参加した。また、ミヒマル GT など1回目に敗退して後に再挑戦したアーティストも多い。システムは2002年度は筆記式で投票箱に入れる方式だったが、2003年4月よりブレイクレーダーネオと解体されたのに伴い、 システムも機械式のものに変更。レーダー君と呼ばれる赤外線を放射するロボットに観覧車が赤いうちわで反射させブレークするかどうかを判定。また、ネオでは高山哲也アナのテルアキさん、暗転ンンの掛け声も名物の一つとなった。2003年以降コーナー集計特典1位のアーティストは番組でエンディングテーマとしても流れるほか、 4週連続勝ち、抜いたアーティストは再度、番組出演できるという権利が与えられる方式とな。2004年度まで、ブレイクレーダーには、毎回2組のアーティストが登場していたが、2005年からは1組となり、得票数が80%を超えた場合は、抽選会があり、主な商品は、番組エンディングテーマなどだが、特賞として、NHK 紅白歌合戦の出場権などもあった。 ブレイクレーダーの最高得票は、ヒューガワチ一丁目が記録した97.5%。最低得票は、秘密博士とエンペラーズの14.1%。2003年11月8日の放送では、いつものブレイクレーダーネオを変更し、ダンディ、坂の隊は縄による、平成の歌う爆笑キング決定戦を開催。二千四年六月十八日放送において、 集計マシン、レーダー君ら誤作動により、不正確な数字を表示するというミスがあった。NHK では後日、その集計を無効としているが、その後、ビーンバックは9月10日放送で、ブレークレーダーネオに再度出演、82.3%という高い支持得点を獲得、5週勝ち抜いた。また、荒木は10月22日放送に出演し、 70.6%という高い得点を出したが、同日出演のトリプレインに83.3%という得点を記録され敗れた。今後の音楽界を担う若手アーティストが NHK ホールに集結し、ブレイクするかを競うスペシャル企画として、ブレイクレーダーネを祭り発するスペシャルが2004年10月8日と2005年1月1日の2回開催された。 ハッスルのタイトル通り、大会委員長は、キャプテンハッスルこと格闘家の小川直也。審査委員長は小川で、また優香が審査員を務めたほか、第1回では後浦夏美、第2回では、涙洋区が特別審査員で参加した。また、グランプリ獲得者以外にも、特別審査員から各一組ずつ、ハッスル特別賞と称した特別賞も出ている。各2回とも、 6組ずつが出場した。ポップジャムとしても毎年、夏季やクリスマスなどに大型スペシャルが放送されていた。ポップジャムでは通常版以外にもスピンオフ企画として様々なアーティストに密着したドキュメント企画やアーティストのこの部分を活かしたスペシャル番組などが放送された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。